キララか無理やりカーベを使うっていう手も無理そうなってくると水元素必要になってくるから、ね、そうなんだよね。水元素はねいないんですよね、うん、バーバラはいないの。バーバラはいるんですけど育ててないですね。なるほど、まだ育ってない。どこだ、20ぐらいまで育つとかも。うん、どこだ、あ、いた。じゃあやっぱあの、ね、ベネチャンリンカンを軸にしてまあそこにキララかな、うん、の方が安全かな。まあね、燃焼も入るしね。そうだね、草でね、ちゃんと草で。じゃあなんかパーティーはそうね、これでそんな感じで、うんうん、じゃあちょっと行ってみますかね。あ、新京螺旋、新京螺旋、じゃあ新京螺旋にじゃあ飛びます。急走以降に挑戦、急走以降に。あ、でもさあ、発想のまでクリアされてんだよね。発想まではねやったんです。すでもその後そんなに触ってなくて、今ってでもなんかあれじゃなかったっけ、ボーナスってなんだっけ今期の。ボーナスちょっと見てみますかね。確か今期の螺旋のボーナスは、ね、でも通常銃撃落下が30だから、あ、じゃあアルハイゼンさんとかもいいし、あ、確かに。あとカウンも、カウンも全然、カウンも、あ、そっか、銃撃、そうですね、カウンやる。よし、じゃあこれをいけます。シュッ、うーい、さあ急走、じゃあ急走を、やっていきますかね、うん、挑戦で。まずはあ、開花が本当はね、あのボーナスが地脈以上で入ってるけどね。はい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 、本当だ。まあ全然ここはここはじゃあちょっといつものパーティーで、時の詳細は上で押すと、あ、これか、そう、凍ります。まあ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 、細かいのがね、多いやつ、まあ、カズハが集積できるしね。これなんか大体ね、9層はね、最初に敵がいっぱいどっちも出てくる系が多いから、そうだね、9と10は、はいはいはい、そういう時にウェンティがいると役に立つんだよ。あれ、あの、まあ、でも吸引力がね、まあ、現状ね、ちょっと風はもう枠が、いやいや現状風、風神だぞ、風神だぞ、いろいろそうですね、また役割違うからね。そうですね、ハドウェンティ、はい、そうですね、また育ててちょっと使いたいと思います。さあ、ということで、はい、じゃあ挑戦開始します。はい、じゃあやってみましょう。いきますよ。さあさあさあ、急走第1番。いやー、これなりますよね。ささやきがあなたを誘っています。いやー、これでもどれにするの。いや、うん、私はですね、あなたはどれにするの。故郷からの刺客か、それとも警察の水を犯すものか。いやいやいや、やばい、巻き目でって言われて、巻き目でって言われて純粋精霊、純粋精霊、純粋精霊ね。じゃあ私これ使います。ダッシュダッシュした時にあのバフがかかるってやつ。ダッシュダッシュ、はい、結構あれするんでね。さあ、はい、はい、はい、地眼置いて、そう、三角形置きがね、いいですね。そう、いいですよね、うん、集めて、あらして、さあ、忍ぶで、はい、からの、はい、ハイゼンで、ハイゼンで、ちなみにこのハイゼンさんは、はい、なんとつハイゼンですか、これは。このハイゼンさんは貫突です。貫突してる。すげー。なので、本当はもう、ぶっ破してれば勝手に。まあ、そうね、はい、強いからね。あ、こっちだ。シュシュ、鏡が3つになる、はい、目の塗装がありますね。ということで、はい、あい、強いんだよ。そうなんですよね。しかも声もいい、ね、声もいい、かっこいい。あ、届かないの、届かないの。今トップクラスで強いアタッカーですね。うわー、えぐい、やっぱ強いんだ。強いが強い、やっぱ、気持ちいいですね。さあ、今こっちの使い方あんまり動かってない。確かにこっちの方がちょっと、そうですね、連動が試されるかも。いきますよ、はい、こうして、でまずはベネット巻いて、そうそうそう、スナップショットですからね。あ、シールドこっちか、シールドこっちにして、あとはあれ、あ、銃撃か、おさわり現金で銃撃して、もう爆発、あ、そうか、爆発巻いてもね、いいしね。なるほど、近寄ってきたやつに、そう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 、おー、ね、妖怪反応起きますからね。いいですね。あのシャンリンのね、元素爆発は元素試着クールタイムがないから、はい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 、これコントローラーめっちゃ難しい。これ慣れなんね、みんなそう言うのよ。めっちゃむずいですね。みんな、いや、めっちゃむずいですね、コントローラー。みんなそう言うけどね、慣れると、慣れ、慣れ、これちょっと、はいはいはい、いい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 い、そしてちょっとね、元素スキルでチャージして、置いて、でシールド巻いといて、その間に巻いて、燃焼も燃焼入れて、回復ないから置いて、ついでにシュッシュッシュ。そうね、あのやっぱシャンリンがね、ちょっとチャージが多いからね。そうですね、ちょっとうまい具合にあのベネットのチャージをシャンリンに渡すとか、
しつつやれ、浮かしつつできると。うわあ、攻撃力上がりました、上がりました。あ、いた、すすすすす、あー頼む、いけるか、いけ、妖怪、いけ、妖怪、妖怪強い、妖怪強い、妖怪強いね。そして最後の人たち、最後の人たち出てきて、あーあー、これね、そう、悩ましいところね。カウの元素爆発も使ってもいいかもね。 そこで打っちゃってもいいかもね。カウの爆発、うん、打ってで、あー置いといてで、あーめっちゃ銃撃むずい。こうキララも打つ、キララも打って、ね、で、シールド巻いて、ね、シールドやっぱ安全だもんね。シューして、打って、うわー近づいてくる、怖い、早いよ、頑張れ頑張れ頑張れ、あとちょっと、はい、シャンリンを打っちゃう、シャンリンを打っちゃって、話が通じないならボコボコにするだけで。おお、これはアタッカーですね。ああ、おお、なんかなんかなんかアチブ、なんかアチブ出た、ゲストハンドのアチブ、痛いよ、もうちょい、もうちょいだ、もうちょい、あと2体、あと2体、あと2体、うわー、こいつ早いよ、あと2体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 、いやー、ベネットを回復してくれ。まあでも確実にね、そうね、もうあのチクチクやってるだけでも倒せるし、えー、あ、オッケー、おい、なんとかでも星さん取れた、星さん取れた、よかった、よかった、おお、戻ってきてました、あれ戻っちゃった、そう、ね、これね、あのね、プレステラ戦あるあるで丸連打してると戻っちゃうんだよ。なるほど、この辺のね、この辺もちょっと改良してほしいポイントの一つではあるんですよ。バスじゃなくて丸、そう、実は、あ、じゃあ丸じゃなくて罰、攻撃を連打してるとね出ちゃうんですよ。お願いします。第2話、ないにも、あー、どうしようかしらね。とでも遠間より闘争の方が結果プラスに感じるような気もするんですけど、まあ一応いったんだけどな。でも50以下になることあんまないからね、うん、50以下になると結構ピンチだから ね、だったら攻撃力 20% もらっといた方がいい説はあるよ、うん、それにしましょう、うん、ではいきます。これ前半でねもうめっちゃ巻いた方がいいよ。そう、ね、確かに、もうスキルブッパーって感じで、スキルブッパーはこっちはもうね慣れてるんで。そうだよね、やっぱ打線の難しいとこってね、2チーム組まなきゃいけないからね。そうなんですよね、慣れてるやつとやっぱ慣れてるやつで、普段あんまり使い慣れてないキャラクターも編成しなきゃいけないっていう時が必ず来るから、でもそれもでも面白いところですよね。 それもね、もう攻略のいくつかこう、ああ、美しきかな、ブッパブッパ強いわ。確かに、でもこの間さくらさんと現場一緒になってちょっと感動したんだよな、闇この人だ、闇この人だ、現実とは違う現場だったから言わなかったけど、いつも聞いてる人やってなったね。なるよね、なるなるなる、わかるわ。まあ、これがもう強いですね。強いね、でシールド持っててもね、数があるからね、そうなんですよね。うわ、結構いい感じの反応も出てますよ、はい、かなりやっぱり数波で体勢下げられるっていうのもね、確かに強いですね。やっぱ装備できるのはね、水力はね強いですよね。やっぱアルハイゼンも強い、強い、さあバランスが後半、後半いくよ、ここが問題の問題です、鬼門の後半、鬼門のこれは先に打って、そう、ね、解いて、あ、しかも勝手に妖怪してくれるし、ラッキー、コールし、そうだね、これはいい元素反応じゃないですか。クエシールドを貼って、うわ、回復したい、回復したい、あの回復したい、オッケーオッケーオッケー、あ、でもめちゃくちゃいいペースじゃん、これはかなり早い、うん、早いよ、いいぞ、このうそいつからやったね、こいつが、あとあれが、あ、そうだ、あ、でも氷がいるから、そうか、そうだね、いいね、相性はかなりいいね、しかも火もいるから ね、はい、これはこいつを前って待って、こっちだ、こっちです、あ、でもそうね、水浴びすに草もいいかも ね、草が一番減ら捨てられるんだっけ、確か、あ、そうなんだ、あ、そうなんですね、氷じゃないんだ、死ぬと、あー、やばいやばい、これはね、このパーティーはカウンが行ったら終わりなのでは。ちょっとこれシールド貼った方がいいね。確かにシールドを貼って、キララで貼って、でシャンリンでちょっと爆発ってもいいかも ね確かに、うわ、シャンリンもやばい、で、割って、割っといて、割っといて、大丈夫大丈夫、いやー、つらい、シールドを貼ってといて、元素爆発も強いで、爆発して凍らせて、いいね、あ、いいね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 、バリア、バリアさえ割ればもう勝ちや、バリア、バリア割れば勝ち、バリアを勝ち、よし、勝ち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 、ほら、勝ち勝ち勝ち、
ほら、カシラカシラカシラ、ほら、ひざまずけ、ほら、そうだそうだ、ほら、ひざまずけ、はい、噛むんだぞ、こっちは。あやばい、調子こいてきた、調子こいてきた、ぶねー、どの顔だ、ぶねー、あー、あと、あと、もうラスト、じゃあ、ラスト優秀の美を飾ってくれよ、ドキドキする。いや、前半と、おー、あ、これもね、あ、でも、HP 回復、回復したいね、これは結構やばかったから、ね、回復しといた方がいいね、回復します。1パーティー目はね、全然余裕だけどね、こっちはいいけど、さあ、こっちはヒロコンたちを、ヒロコンたちを集めて、で、雷体制が触ったところで対しといて、ズババが起きると、現撃化が起きて、で、どこだ、いた、そうね、バルハイゼンとヤイミコの相性もいいからね、まあ、そうですね。やっぱやっぱ設置型のスキルが強いのよ。裏からね、裏から回せるってすごい便利だよね。確かに、機械にいる時もね、実質戦ってくれてるようなのだから、確かに強いですよね。忍ぶとかもそう。おー、早っ、早い、同じ人がやってると思う、ね、同じ人がやってるとは思えないぞ。ってことはやっぱりね、こう慣れはね、慣れだ、慣れ慣れ、連動って大事っすね。あ、でもここが3体だから、あ、そっかそっか、全然少ないよ、ね、でもこいつらあれだ、そう、一気にね溶かされる可能性があるんで、ここはちょっと巻いといて、でベネットしといて、で、あとはそう、そうね、あわよくば、ナイス、うわ怖いねこれ、あわよくばベネットの爆の上でね、回復もしたいところ、でもあの人たち早いのよ、爆発も打ちたいが、ここはさあ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 、でもナイさんだ、ナイさんだ、しょしょ、シールド大事、ね、シールド巻いて、時間まだ全然あるから、落ち着いて、キララのスキル長押しで宅急便状態になって、引いて草幻想つけるのもいいけどね。あ、やばい、うぅーい、ぶねーぶねーすげー、ぶねー、あ、ベネット来たよ、ベネット来たか、あと逃げて、逃げる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 、今のうち相関化粧置いて、相関化粧置いて、一人倒せたよ、ぶねぶね、デコイにして、デコイにして回復、そう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 、で、あー、こうなったら逃げてキャラチェンして置いといて、でベネットでちょっとお茶を濁し、でこうして、おお、いいぞこれは、おお、すげえダメージ、妖怪入ってるよ、妖怪入ってるよ、いいよいいよいいよ、妖怪入ってる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 よ、妖よかった、オール星さん、おもろいな、よかった い, いや結構手に汗握る、ね、面白いね、うん、はい、ドキドキし、よかった、いや、ということで、はい、ニューマンにね新境螺旋チャレンジしてもらったんですけれども、どうでしたか、マジドキドキしたのと連動、うん、の違いがちょっとエグすぎて、そうね、あとやっぱコントローラーだって、慣れだよね、そう、慣れがね、コントローラーまたねちょっと別のゲームをやるぐらいのなんか新鮮さがありますね、いやーでも、面白い、面白かった、ナイスファイトです、ね、見どころがありました、ナイスファイト、楽しい、さあこのハーモニー、Ooh, wow.